自身すごく本当にもう鬱レベルになるぐらい残業がきつくて、鬱でお酒を飲むみたいなそういう噂を聞いたことがあるんですけど、2年目の年収高え、3年目の年収高えで完全に調子乗ってました。みんなこんにちは、おいなさんと一緒の時間だよ。この番組は普段大人には聞けないけど大切な役に立つ話をふざけた衣装とふざけたセットの力を借りて聞いていこうという番組だよ。今日は広告代理店の真っ黒な噂について聞いていきたいと思うんだ。ブラックだとか配送活動前につらいみたいな、そんな噂をねほりはほり聞いていこうと思う。大丈夫？これ今暴走しすぎてさ、内定先から内定取り消されない？大丈夫、誰も見てない。でも大丈夫ってことで、うん、大丈夫。そしたら広告代理店のリアルについて教えてくれるお友達呼んでみよう。セカニチお兄さん、はーい、こんにちは。はい、みなさんこんにちは、セカニチお兄さんだよ。はい、セカニチお兄さんは大手広告代理店出身のお金大好きお兄さんなんだ。はい、お金、経済、投資オタクのセカニチお兄さんでーす。元大手広告代理店にいました。はい、ありがとうございます。広告代理店の昔のブラック時代も経験して、今も同期が残ってたりとか、まあ、10人以上の若手のキャリア相談にも乗ってるっていうところで、広告代理店のこと何でも知ってるお兄さんなんだよ。はい、今日は何でも答えていきたいと思います。ということで早速聞いていく、いく。はい、ということで今から聞いていきたいと思います。残業時間めっちゃ長いんじゃないのとか、はい、配属ガチャやばいんじゃないの、飲み会めっちゃ激しいんじゃないのみたいな、こういう噂があるんで。でけど面接で社員の人に聞いても絶対正直に答えてくれないじゃないですか。確かに、絶対に言いません、はい、ということでね、今日はもう失うものが何もないセカニチお兄さんにね聞いていきたいと思います。はい、失うものは何もありません。ありがとうございます、はい、じゃあ説1、残業時間長すぎてみんな潰れちゃう説。これはね、はい、皆さん気になってると思います。では早速真実を伝えていきたいと思います。結論、コロナ前は大変大変残業をする文化でございました。それは事実です。なので正直に申し上げると、入社一桁台の、まあ、20代の若手社員は月100時間残業したりとかっていうのは、まあ、ありました。だけどしかしコロナ後になりまして大きく変わりました。はい、それはどの広告代理店も、例えばリモートワークが普及したりとか、もう今まであった全ての無駄なことが排除されて、もうかなりスリムになったんですね。なので無駄な残業とかもやっぱりあったんですけど、それがだいぶなくなって、今かなり状況が良くなったっていうのを聞いています。でこれは大手広告代理店結構全てに共通していて、皆さん口を揃えて昔と比べてかなり環境が良くなったっていうふうに言ってます。はあ、ありがとうございます。だけどコロナがあったけど、はい、やっぱり変わらない、残業時間がずっと多いっていう体制はなかなか変えることは難しいからと思うんですけど、うん、まあ変わったんですね。そうなんですよ。やっぱり広告代理店ってある意味サービス業な部分もあって、サービス業ってやっぱりクライアントがいらっしゃって、うん、そのクライアントに対して何かをするっていうのがやっぱ広告代理店の代理業なんですけども、クライアント自身も大きく変わったわけです、うん、クライアント自身も、まあ、例えばリモートワークが普及してオフィスに週に1回しか来ません。でミーティングも全部オンラインで完結して、例えば会議室取る手間とか人を呼ぶとか人との調整をするっていう手間もだいぶ減って、今までのめちゃめちゃ無駄な調整事とかがなくなって必要なことだけに集中できるようになったっていうので、昔はすごく無駄が多かった。それはクライアント自身も広告代理店自身も無駄が多かったけれども、今それが全部なくなってシャープになっているという状況でございます。でもコロナ終わったらまた同じ状況に戻っちゃうんじゃないですか。だと思うじゃないですか。それがもう今やっぱ3年以上のコロナ禍を経て、無駄なことはやめていこうっていう文化が根付いたので、コロナ後がまあほぼ終わりかけの今、もう昔に戻ることはほぼないというふうに皆さん口を揃えて言ってます。確かにコロナ終わったから無駄なことを増やそうってならないですね。ならないですね。じゃあ今からここで行く人はめちゃくちゃやばい残業はないってところは安心できます。はい、めちゃくちゃやばい残業はないです。はい、ということで、まあ、説1はこんな感じ、はい、昔はやばかったけどコロナを経て改善された。改善された、はい、ありがとうございます、はい。説2、飲み会ヤバすぎる説。それはあるね。なんかやっぱりコールがめっちゃ多かったりとか、靴、はいはい、でお酒を飲むみたいなそういう噂を聞いたことがあるんですけど、はい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 、これはどうなんですか。はい、
こちらはですね、結論、みんな口を揃えて大変だ大変だっていうふうに言うんですけど、それはあくまでも飲み会が好きな人がやってるだけであって、強制的に何かをするってことは絶対にないです。なんでみんな口では大変だやばいいやきついよみたいなこと言うけど、なんだかんだ楽しい人がやってますって。本当にお酒が飲めない人は絶対にそういう場に行きません。確かに。でも、はい、社内の飲み会とかやったら行かなくてもいいと思うんですけど、はい、クライアントとの飲み会に夜中突然呼ばれるみたいなのはあるって言ってたんですよ、はい、結論、でもそれも呼び出されるのが実は好きなんですよね。好きだから呼んでもいいキャラっていうのが分かった瞬間にそうなる。結論、それは嫌な人はそもそも呼ばれるようになりません。例えば例で言うと、私自身はお酒を飲むと寝るんですよそれは1年目2年目の時はそうで、もう南は飲んだら寝るっていうのが分かってたんで、そういう人って別に呼ばれないじゃないですか。得意な人、得意な人を呼ぶんですよね。で、得意な人、好きな人、はい、それが本当に嫌がる人とかは呼ばれないんです。だからみんな飲み会多くて大変だよ、夜遅くて大変だよって言うけど、それは実は裏で楽しんでるっていうのが結論です。好きな人は靴でお酒飲んだりするんですその好きだからやってます。僕の同期とかもそれは自分が好きだからやってます、恐ろしい、はい、でちなみにそれも別に会社の仕事関係なく、ただ単に西麻布の合コンで女の子とわちゃわちゃしてるときにネタとして靴で飲むみたいなので楽しんでやってるんですよ。だから仕事関係ないんですよ、はい、お酒の好きな人がそういうことやってるとか。あ、てかお酒が好きというよりも人を笑かすのが好きな人が、確かに僕お酒弱いんですけど、人を笑かすのが好きなんで、例えばカラオケでこういう芸が無限にあるんですけど、はい、カラオケとか飲み会とかいろんな芸があって、はい、僕は笑わせろって言ったら絶対笑わせる自信があります、はい、じゃあちょっと一つだけやっていただいてもいいですか。はい、ではもしもウルトラマンがバーベキューをしたら、じわっ、ゼッツさん、配属ガチャで毎日来接ということで、まあ、配属ガチャっていうか、やっぱり広告代理店といえば、はい、CM の撮影に立ち会えたりとか、コンペで買ってみんなで飲んだりとか、そういうキラキラ広告マンライフを描いてると思うんですけど、配属されたところがめちゃくちゃ接待が多かったりとか、はい、まあ、なんか数字と睨みっこしなきゃいけないみたいな、そういう配属ガチャあったりとか、あんまり良くない上司に当たっちゃったりとか、そういうことあるんじゃないのと思うんですけど、はい、結論、配属ガチャはあります。ああ、やっぱりある、はい、リスクあります、うん、前提としてこれは日本の全ての大企業、いわゆる JTC と言われている企業全てに当てはまる、うん、なんで広告代理店もそうだし、まあ、総合商社もメーカーも金融も全部当てはまる。それは配属ガチャっていうのはあります。簡単に言うと配属ガチャって上司ガチャなんですね、うん、なんで何の仕事をするかというよりもどちらかというと誰とやるかっていうのがすごく大きなリスクというかファクターなんですよね。どの上司に当たるかっていうのはくじ引きみたいなところはあります。やっぱそれってどうしようもないんですか。結論、かなりどうしようもないっていうのがあります。ただし努力によって裏で絶対につきたい上司の元に入るために、その上司に事前に例えばランチアポをするとか、お願いをするとか、手紙を書くとか、いろんなことをして一本釣りしてもらうっていう手はあります。セカニスさんはどうだったんですか。はい、結論、僕は社員訪問をその大手広告代理店で100人以上してましたですけれども、それでも配属ガチャを感じた。あ、そうなんです。なのでいくら社員訪問しようが、もう大きい企業ですね、例えば社員とかスタッフ合わせて1万人ぐらいいるような企業っていうのは、やっぱ100人訪問しても無理なんですよ、うん、なのでリスクを完全に排除することはできない、うん、と思います。やっぱり配属ガチャはもう覚悟して排除しかない。はい、それはもういわゆる大企業と言われている、うん、もう1000人以上いるような規模の、まあ、JTC に入社するのであれば、もう 100% 確実にあるので、大手広告代理店もあるのし、他の企業でもある。例えば僕とか絶対営業やりたくないんですけど、なるほどなるほど、営業に配属されちゃったとか、まあ、そういう地獄みたいなことやっぱ起こり得るんですかね。はい、起こり得ます。あこれ僕はですね、営業沼と呼んでいます。はい、はい、営業沼です。どういうことですか。沼にはまったら抜けられません。何かというと、やっぱ営業ってやっぱ辛い面あります。それは多分どの会社も一緒で、お客さんと対峙して時にはいろんな文句を言われ、スケジュールとかクオリティとかが合わないとか、お金が合わないとか、いろんな揉め事があり辛いんです。板挟みになるのが営業なんで、なんで営業は辛いです。営業しかやってないと、例えば第二配属第三配属って言ってジョブローテーションもいろんな会社であると思うんですけど、営業なのにまた営業みたいな、クライアントが化粧品から車に変わっただけで、結局営業としてやってることは同じみたいなことが起きるうるんですよね。なのでそれを営業から一生抜けられないことを営業沼と呼んでます。だけど一生営業でやっていけば、まあ、営業として力がつくからいいんじゃないかなと思うんですけど、ただ営業はやっぱり常に揉め事があるので、その揉め事がよくあるっていう
が、例えば年末年始とかゴールデンウィークとかお盆とか、まあいろんなこう波があるんですよね。めちゃめちゃ繁忙期もあれば閑散期もある状況で、繁忙期に揉めるっていうのがあるんですよ。メディアも揉めるし、クライアントも揉めるし、広告代理店の社内でも揉めるみたいな、揉め事が常にある状況っていうのから抜けられない状況はあります。あ、なるほど。じゃあそのきつい状況から永遠に抜け出せず、ずっと営業営業営業でってなっちゃう人もいるので、すごくそれはリスクです。あ、なるほど、はい。なんで分かりやすい指標としては、自分で独立できるかっていうのがかなり重要なポイントでして、やっぱ独立しやすいのはマーケとクリエイティブなんですよね。マーケとクリエイティブであれば、自分一人の力でクライアントを説得してクライアントを動かすことができる。自分でももう作る側になるというのが大事です。営業でも例えばマーケ的な要素を持って自分で作る側になれればいいんですけど、大体マーケ的な要素とかクリエイティブ的な要素って営業から丸投げしてるんですよ、他に。なんで物を作るってことをしなかったりするんですね。それがすごくリスク。なので僕としては、営業沼に入る前に作る側であるマーケクリエイティブにいかに部署として配属されるか、その部署を勝ち取るかっていうのを気をつけた方がいいと思います。ちなみにすごい初歩質問なんですけど、広告代理店の中に営業マーケクリエイティブみたいなのがあるって、まあ、ざっくり言うとそうですね。まあ、他にも、まあ、あのバックオフィスで、まあ、経理とか人事とかも言いますけども、それを除くとざっくりそんな感じ。マーケとクリエイティブって何やってるんですか？基本はマーケは数字の面、で例えば市場分析調査ですよね、はい、日本の例えば20代の動向とか、日本の東京に住む大学生のこれがこういう動向とかのマーケティングとして調査して、それを述べると、結構数字的な部分、はい、クリエイティブの部分でいうとコピーライター、コピーライティングの部分と、 あとクリエイティブディレクターで、はい、その映像ですね、1枚の、まあ、写真とか画像とかを作る場合もそうだし、15秒のテレビシーンを作る場合もそうだしっていうのを作る人をマネジメントする人。今ので、まあ、本当はブラックなんじゃないのみたいな噂の3つを検証していったんですけれども、はい、逆に広告代理店入ってよかったなと思うことありますか？はいはいはい、大きく2点あります。2点、はいはい、で1点目がまずポートフォリオの見える化ですね。ポートフォリオ、はい、ポートフォリオっていうのは自分が今まで携わってきた仕事とか実績とかの見える化できること。例えば紙1枚で私はトヨタのこれを担当しましたとか、サントリーのこれを担当しましたとか、そういう風に紙1枚で見せられること、私はこれをやってきましたっていうのが見せられることが分かりやすく伝えられる。例えばプログラミングの世界とかめちゃめちゃ難しいじゃないですか。例えばこの言語を使ってこれこれこういうことをしました、しかもこれの一部をやりましたとか言われても分かんないじゃないですか。だけどその自分がこれを担当しましたっていうのをすごく分かりやすく出せるっていうのは広告代理店の一つのメリットかなと思って思います。まあ、ただしちょろっと本当に1回ミーティングしただけで、あれ俺がやったぜっていう風なあれ俺詐欺っていうのは 2,30 年前からあります。あれ俺詐欺なんで、あれ俺詐欺には騙されないように気をつけてください。ありがとうございます、はい、もう一つは、もう一つは年収が高いがゆえに社会的信用度が高いから、だから不動産をいい条件で買えるっていうのはすごく大きなメリットでした。まあ、私自身も残業で辛いっていうのが 1,2,3,4 年目あったんですけれども、実際残業代込みで、まあ、もちろんハードな残業もあったんですけれども、2年目の年収730万円高え、3年目の年収970万円高え、完全に調子乗ってました。俺は3年目25歳で年収1000万だぜドヤって言って港区の西麻布をこうドヤ顔で歩くみたいな。3年目で1000万、ただし、はい、それはめちゃめちゃ残業してます。からそれが本当に幸せかって言われるとそうではないし、今現在は残業かなり規制されてるので、多分1000万は絶対いかない。まあいいのか悪いのか、まあ、僕自身すごく本当にもう鬱レベルになるぐらい残業がきつくて、もう心身すり減らして頭剥げてみたいなのがあったんで、そこまでして年収1000万が欲しいかって言われるとそこまでではないなって思うのが僕のリアルな体験で、しかも年収1000万稼ぐと税金も増えるじゃないですか、はい、なんで年収600万の人と年収1000万の人と税金が全然違うわけです。年収1000万だと税金をたくさん納めるんですけど、税金をたくさん納めると社会的な信用が得られる。で、社会的な信用が得られると銀行からいい条件で安い金利でローンを引っ張ってくることができる。ってことは不動産をいい条件で買えて、その不動産が値上がりして1000万、2000万、3000万の利益出てる人がたくさんいるんですよ。あ、不動産投資みたいな、はい、不動産をいい条件で買えるっていうチケットを得ることができるのは若い時から高い年収のメリットかなと思います。もちろん税金はすごいことになるので、いい面悪い面両方ありますけれども、まあ、そういう権利を得られるっていうところですね、はい、ありがとうございます。ということでね、今日は3つの噂と入って良かったことを聞いていきました。はい、セカニチョニーさんありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。シュッ。ということでね、セカニチお兄さんにお話を聞いていきました。まずは説3つ検証して、ブラックなんじゃないの、飲み会激しいんじゃないの、配属価値はやばいんじゃないの、飲み会と残業は改善されてる、
けど配属課長はやっぱり広告代理店のみならず大きな企業だったらどこでも確保しなきゃいけないってところはありましたね。はい、はい、いや配属課長やだな。まあ配属課長だったら職種別かちっちゃい企業行くかみたいなところなんですかね。私職種別選んだ。職種別選んだ、はい、うん俺も。逆に良かったことはポートフォリオができるっていうところと年収が高いから社会的信用が得られる、うん、やっぱ広告だからポートフォリオでかいのはめっちゃありますね。めっちゃ見やすいんだもんな。あと年収、はい、年収、まあ、今は行くか分かんないけど、あのセカニチお兄さんは3年目で970万。 すごいね。バケモンですね。そこで生じる辛いこともあるけど、うん、社会的信用から、まあ、不動産買えたりとかそういういいことがあるってことですね。お金の余裕は心の余裕だからね、はい、大事ですよ。ということでね、広告代理店のリアルについて聞いていったよ、うん、みんな最後まで聞いてくれたかな、うん、これからもこの世の中の聞きづらいようなブラックな面をバンバン暴いていきたいなと思いますのでよろしく。